はい、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。さて、この続きですね、進んでいきましょう。ティラン城の上まで登るんだけれども、まあ敵ですよね。前回ね、少しボス戦をやったんですけれども、ちょっと回復が怖いね、このメンバーだと。あれだな、エイラちゃんの特技でさ、キッスってあるけど、なんかもっとね濃厚なキッスやってくれてんやでみたいな。あ、ねえ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 、あ、なんだ、ここ閉まってんじゃんよ。サンダーなんで、ここの扉をまた開けないといけないんだよな。あ、なになに、ふざけんなよ、もうやめてください。あー、サンダーが使うしかないか。岩石投げがね、前回めちゃめちゃ強かったですよね。よしよしよし、2人とも今感電しておるから、ちょっと待って、3匹とかやめてよ、次出てくるの。あー、よかった。だけどここ空いてないから、こっちから行くしかないんだよねって。何匹？あ、1匹、 OK。 さて、じゃあここに行くんだけど、お、あ、なに、あ、ここでセーブができる。ちょっと待って、 OKOKOK で、セーブした。ここは、あー、最低。あ、で、ここは開くのね。ハイエーテルで、ここを押すと、あそこの扉が開く。最悪なんだけど、やってしまった。あ、でも、あ、よしよし、これだけでいいよ、これだけで。よいしょ。よし。じゃあ、行きましょうかね。あ、ちょ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 、もう、いらんことしなくていいのに、もう、なんでこれやっちゃうかな。はぁ、バカ。ほんとバカ。押したつもりなかったんですけどね。あそこのドラゴンちゃん、もう一回倒すことになるのかな。あの真ん中のところにいた、めんどくさいな。よしよしよし、オッケー、さあ行くぜ。もう一回出てくるんでしょ、敵。あ、出てこなかった。お、あ、よかった、普通に行ける。真ん中、あ、いた、アザーラ、やはり来たか。これが最後の勝負になりそうだな。遅かれ早かれ決めなければならぬのだ。ちょっと待ってね。あ、ちゃんと録音できてるかな。そう、声とね、あのゲーム音を分けて録音してるので。あ、よし、大丈夫。我々恐竜人か、貴様たち猿どもか、この地に生き残る方をな。それ決める、大地の掟、エイラ戦うだけ。よし、じゃあやっていきましょう。今の声は聞こえたか。あとでたっぷり聞かせてやるわ。あ、え、またお前なんだよ。あれ、ビネガーと同じ感じ。あ、トリケラカブト、え、強そう。あ、強い、トリケラカブトと、と、お、ミドルエーテル。え、これちょっと回復しとくか。装備じゃない、アイテム、エーテルがあるから。よし、ちょっとね、サンダーが打ちすぎちゃったんでね。何、あ、こいつ赤
がいおしめ、降るがいい、そして大地を赤く染めるがいい。我々が滅ぶ運命だとしても猿ども謎に道を譲るわけにはいかない。このブラックティラノがお前たち猿どもを永遠に歴史から消し去るのだ。おお、でかいね。あ、はい、ということでボス戦、やっぱ相変わらずあれかな、電気に弱い感じかな。ちょっとサンダガーしてちょっと眼線、あざーら、どっちからやればええんやろこれ。あ、ちょ、あざーらからやる。あそこまで効かない。ただプロテクトして、よし、ちょっと待ってよ。ちょっとサンダガーを打って、で岩塩投げをこのアザーラの方に当ててみようか。あ、ちょ、ない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 、おお、ふんふん、探して、ちょっと待って、あれ、ブラックティラノか、ない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 、おーへー、まだ大丈夫かな。よしよし、ということでプロテクトをルンちゃんにやって、あ、持ち上げられないからダメなんだ。あー、そういうことね、わかったわかったわかった、そういうことね。じゃあ連携でなんかはやぶさ切り、あ、はやぶさ切りで2人ともダメージ与えられるや。おー、うーん、でもこのドラゴンどうしようかな、やっぱアザーラからやるべきか。あ、食べられる食べられる、咀嚼、あ、いった、瞬間移動、岩をテレポート、ててへえ、こっちからやるべきか。ファイヤーソードちょっと使ってみようかな。お、あ、いいね、効く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 。じゃあちょっと待ってよ、ててててて、てサイコギネース、最近に来た、マジで痛いけどまだ大丈夫。ちょっと待って、ミドルポーションルッカに使って、でルッカとの連携技でいこう。よし、ファイアソード、はい、でアザーラに、めっちゃアイテム使っちゃうなこれ。あ、アザーラブレイク、 HP が減っていく。あ、マジで、あで死んだぞこいつ。どうすればいいんだこいつ。ちょっと連携で、ドリルキック、HP がどんどん減ってくから怖いな。でもアザーラ死んだのはいいんだけど、え、何が効くんだこいつ。よいしょ、はい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 、あー、やっぱり普通の攻撃が効かないな、突破方法が分からん、どうすればいいんだこれ。雷噛みつき、どう？ガブガブ、いや全然効かない、防御を解いて技を貯めて、あ、ちょ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 、やばいね、なるほど、あ、これで通るのか、おお、分かった、ちょ、はやぶさ切り、あ、ちょ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 、あれ、何だったんだろう、おたけびか。なるほどね、防御のターンと攻撃のターンっていうのがあるのか、なるほどな。ちょっと待って、ミドルポーションを、あ、ちょ、連携、はやぶさ切り、オッケー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 、いいよ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 、やばい、カウントダウン始めてる、始めてます、やばいやばいやばい。よいしょ、アイテム、ミドルポーションをエイラー、よし、回復して2、
よいしょ。やばいな、プロテクトかけたいところだけど難しそうだぞ。せめて、せめてルッカだけでも。ほい。ああ、プロテクトも効かないか。うおー、いってー。よいしょ、ほい。やばいやばい、 MP がやばいね。連携はやぶさ切りして、よいしょ、回復で、ちょ、エーテル使おう。ちょっと待ってね、ハイポーション、あれ、ハイエーテル、エーテル、あ、ミドルエーテル、よし、ミドルエーテル使って、アイテムミドルエーテル使って、でもはやぶさでやっていきたいけれども、いてててて、うえ、ちょっ、よいしょ、回復薬いないときついわー。よし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 、 MP 回復したからもうあとははやぶさ切りを打っていくだけだな。まだーミドルポーション、よいしょ、ほい、攻撃のチャンス、よいしょ、 HP どんぐらいなんだろうな。 5、 あー、カウントダウン来た、怖い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 、円形、はい、よいしょ、震えてる、はい、2回目はやだよ、もうほんと壊滅状態になっちゃうから怖いんだよ。 3、 よいしょ、ちょっと待ってよ、ミドルポーションをルッカに使って、連携、2、よし、800ぐらい食らってんだけどな、なかなか。1、はい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 、よいしょ、どう、あ、まだか、あー、これもう一回食らうな、これ、0、あ、でもまあ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 大丈夫だな。まだでごわす？よいしょ、はいはいはい、回復して、よいしょ、いやー、ミドルポーション溜め込んでてよかったな。あー、食われた、こらー、よいしょ、あ、やった、倒した、お疲れ様でした、やったー、わー、大変だったこれ、ざわー、ふう、え、恐竜人とね、う、天はお前たち猿ども選んだというのか、猿どもよ聞け、そして伝えよ、我々恐竜人は運命に戦いを挑み誇り高く滅びたと。わかった、ん、あー、そうそう、空に浮いてた星が、はじめに炎をまとったお岩が降ってくる、灼熱の火球は万物を焼き尽くす、焼
焼き尽くされた大地はやがて冷え始め、すべてが凍りつく、長く厳しい時代が来る。あ、これで氷河期が来たってことか。ふふ、我らが時代の幕引きにふさわしいではないか。さよなら、ラボス。ラボス？あれ？ラボスってどっかで聞いたよな。あの魔王倒した後の話よね、ラボスって。うん、こんな昔からラボスっていたのか。やばい。あ、うわー、エイラたちの言葉、ラ、火のこと、ボス、大きいこと。エイラー、キーノ。急ぐ、ラボス降りてくる。ミナプテラ乗る。キーノ急げ。エイラ、何してる。来い、アザーラ、来い。ダメだ、これは大地が決めたことだ。エイラ、早く。アザーラ、忘れない。未来、未来、未来か。どうした、未来を。共に手を取り合う方法はなかったのか、お前たちは。って、ラボスはこの時代に舞い降りてきてたのね。ラボスすごいな。ムーたち、あれと勝負するか。ムー、ラボス降りたところ行ってみる。あ、これ私たちだったんだ。なんか点々点々って動いてる光があるから。そうね、今ならなんとかできるかも。行ってみましょう。おお、すげえ。ティラン城石、城石になってるわ。よし、ちょっと待って、回復をしたいな。城石どうなってんだ。あ、ゲート、こんなところに。ラボスすごく速い。大地の奥深く潜ってる。そうか、分かった。アラボス自体の巨大なエネルギーが時空間を歪めてゲートを生むんだわ。どうしたムー、ラボス戦うのはここ入る、違うか。入ってみよう。ちょっと回復してないけど。え、やっぱり、あ、ここじゃない。あ、違うんだ。別のとこ来てた。あ、でも戻れるかな。なんたってラボスに一番近いゲートだもの。どこに来たかわからないわよ。ここどこだムー。ちょっと待って、戻ろう。戻る。え、回復するわ。回復します。あ、ここに来た。おー、ちょっと待って、ここは12000年、地の民の大陸へ。おー、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっとパーティー変えようかな。やっぱなんか回復役いないと辛いわ。ということで変えましょう。編成。あ、ここでエイラも変えられる。あ、変えられるね。変える。やっぱマールが強えんだよな。そうだな。じゃあこれでいくか。ごめん、ちょっとロボも使いたいけど。あ、でも変えるロボでもいいか。ロボ。これに行こうかな、ちょっと。ちょっと女子組、一旦お休みって感じで、これで行こうかな。よしよしよし。じゃあちょっとセーブして。よいしょ。お、魔法の王国ジール。
なんかジールって聞いたような気もしなくもないけど、ちょっと待ってね。でね、でですね、ちょっと一回ここ行きます。ここでまださ、なんか探索してないところありそうなんだよな、あの古代のとこ。よし、わーわー、そこに行ってみようと思いますよ。あわわわわ、まあ戦うよね。よいしょ。なんかちょっとサンダガで、あ、どうせね回復できるからね、村に着いたらそこで回復しちゃいましょう。やっぱなんかいろんなキャラ使うのが楽しいよね。おお、ぶん投げソード、ジャポンプレストリプルアタック、おお。めちゃめちゃなんか連携技を覚えたんですけれども、よいしょよいしょ。いやなんかさ、3人連携ってなかなか使えないよな、やっぱ1人が回復役に回っちゃうとな。よし、あーやだ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 、あちょ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 、でこうしていく、オッケー。よいしょ、でここに戻ってきたんだけど、一回回復しようかな。妖怪村の点と、あれどこだっけ回復ポイント。あ、お姉さん、おし、よしで回復して、で、ね、あのプテラノドン、プテラノドン乗れないかな、どこにいるかな。あ、プテラノドンいなくなっちゃった、どっかにいない。あ、いないかな、見てもあの難しいかな。テントキーノは、あ、いないか。よいしょ、キーノいないっぽいな。わー、あのプテラノドン、わー、なんかすぐにワープしなきゃよかったな、だいぶ後悔なんだけど。ここはいけないか。あ、でもここ山登ったらまた行けたりするけど、めんどくさいよね、プテランの巣。わあ、ちょ、めんどくさそうだな。よいしょ、ここは特に変わらないかな。これエラーのおかげ、よし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 、これでね、エイラの面目も保たれたって感じやな。げ、行けなさそうだな。わあ、いろいろここを探索したかったな。あ、でも行けるかな、またどこかのタイミングで。よし、ということで、じゃあごめんね、ちょっとせっかく来たんだけど、ここからね、このあのティラン城行けそうにないので、ちょっと戻ります。申し訳ないです。よし、じゃあ行きましょうか。ごめんなさい。あ、ここじゃなかった。間違った。ここだね、行くのは。1万2000年前。よし。お待たせしました。申し訳ないですね。よいしょ。さて、ここに来たぞ。小さな洞窟。おぉ。荒廃して、あ、なんかテントがあるね。テント。地の民の洞窟、あ、ここ洞窟、ちょっと待って、え、なんか不気味なものみたいな、何これ、なんか上に見える、なんかマリオのワンワンみたいな鎖に繋がれてるものがあるんですけど、なんやこれ。そう、エイラの時代の6万5000年前から、さらに5万年ぐらい後に行った時代かね、1万2000年前だから、やばいね、氷河期や氷河期。と何か見れるところないかな。あ、なんかあるよ、ここ。なんこれ、なんかそぐわない、近代的なやつ。あ、なんか適当に乗っちゃった。どこだぜベイベー、ここは。エンハーサ、ここは知恵の道。あー、なんか文明があるな。こ
ここは永遠なる魔法王国、あ、魔法王国ジエル、すべての望みの叶う場所だけど、その代償がどのくらい高くつくかは知らないけれどね。こんにちは。エハンさんは魔法王国ジエルの夢見る街です。眠りの喜びの中で真理を探しているのです。いや、しかしあなた方は、あら、不思議な旅の方たち、これも夢の続きなのかしら。ようこそジエルへ。我が魔法王国ジエルを導くのは女王ジエル様、このように二人といない美しく偉大なお方ですよ。千を亡きご女王様がこの王国の魔の力を高め発展させたのです。すやんすやん。ちょっと待って、ここ一回戻ろうか。よいしょ、ちょっと待ってな。戻る。あそこの洞窟が気になるんだけれども、あーでももう時間だな。いや、今回ちょっとここで終わりにしておきましょうか。じゃあ次回はね、この1万2000年前のこの大地と、あと魔法王国ジールですね、そこの探索をやっていこうと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。